近所ポッドウォーク。ナビゲーターの秋です。金城学院大学のチーム愛牧が名古屋近郊で自然と触れ合う愛知牧場をレポートします。愛知牧場は愛知県日進市にあります。日進市という名古屋近郊にありながら自然と触れ合うことができる日帰りのレジャーに最適な施設です。パターゴルフや動物広場や乳搾りなどの体験ができ、バーベキューなども楽しめます。それではあずさちゃんとゆきちゃん、よろしく。こんにちは、金城学院大学、ゆきです。あずさです。今、私たちは愛知牧場に来ています。愛知牧場は愛知池の近くに広がる大牧草地で、名古屋近郊では珍しい本格的な牧場です。動物広場で動物たちと触れ合うことができたり、パターゴルフや乗馬、バーベキューなどを楽しめます。では早速、2人で愛知牧場をレポートしたいと思います。それではまずはじめに乗馬クラブに行ってみましょう。あずさちゃんがインストラクターの森さんにインタビューをしています。どんなことを聞いているのでしょうか。乗馬クラブの森さんにお話をお伺いしたいと思います。こんにちは。こんにちは。乗馬クラブは何年の歴史がありますか。今年で15年目になります。伝統がありますね。馬は何頭飼育されていますか。全部で49頭います。49頭はたくさんいますね。初心者でも乗馬体験できますか。いろいろなコースがあるんで大丈夫ですよ。いろんなコースがあるからちょっとやってみたいですね。森さん、ありがとうございました。私は今乗馬クラブにいます。ゲーム体験は1周約2分、料金は1000円です。乗馬体験はこれで3回目ですが、初めてのように緊張しています。それでは体験してきます。引き馬体験をしているのはゆきちゃんです。引き馬体験は係員が手綱を引いてトラックを1周してくれる体験です。ゆきちゃんは思ったより高い馬の背に揺られて超気持ちよさそうです。引き馬体験以外にも本格的な乗馬レッスンもできるということですから、皆さんも一度チャレンジしてはいかがでしょうか。次は動物広場です。動物広場にいる動物たちは羊、ヤギ、鹿、ロバ、ミニブタ、アヒル、ウサギ、ニワトリ、クジャクなどです。子どもたちに大人気の動物広場では動物たちに餌をあげたり、動物と触れ合うことができます。次は乳搾り体験です。あずさちゃんが乳搾り体験をしています。人差し指から小指まで順番に力を入れていけば自然にミルクが出てきます。今回は乳搾り体験だけでしたが、他にバター作り、アイス作りとセットになった体験コースもあります。お時間があったらぜひどうぞ。最後はみんなでバーベキューです。愛牧のバーベキュー広場は炉付きテーブルが35卓あり、300名まで収容可能です。屋根がついているので雨の日でも安心してバーベキューを楽しむことができます。バーベキューランチ、国産牛サーロインステーキセットなどお好みにより選ぶことができます。私たちはバーベキュー広場にいます。愛牧では牧場の自然に囲まれてバーベキューを楽しむことができます。私たちもバーベキューを楽しみたいと思います。セットメニューの他に単品メニューもあるので、いろいろな組み合わせを楽しむことができます。皆さん、愛知牧場はいかがでしたか。バーベキューや乗馬体験など
日中楽しむことができます。ぜひ一度家族や友達と訪ねてみてください。金城ポッドウォークは金城学院大学生が出演、撮影、演出を手掛けた日本初の地域情報番組です。お楽しみいただけましたか？今もたくさんのチームが取材をしています。街角で見かけたら気軽に声をかけてあげてくださいね。チーム愛牧の皆さん、お疲れ様でした。それではまたお会いいたしましょう。ナビゲーターの秋でした。 See you next podwalk.